特集 LINE 公式アカウントに登録をすると超品質質問100選が手に入ります。はい、皆さんこんにちは、トップ社の佐々木です。チャンネル登録ベルマークのクリックはまな方よろしくお願いします。ということで本日は就活編なんですけども、題してですね、内定の教科書シリーズということで、このシリーズはですね、特集過去にすごく有料なコンテンツを大量に出してきたわけですけども、その中でも特にね、これだけ見れば完璧、その単元が完璧になるっていう動画をですね、これから連載していきたいと思っております。もうそろそろ就活も佳境で本番に入っていくと思いますので、そこに沿った企画になっているところですね。今後ですね、ラインナップとしては志望動機、学知化、自己 PR とか業界研究とか、こういったメインどころの対策に対してそれぞれ1個ずつね、長編の動画を作っていきたいと思ってます。今日は志望動機編の動画を撮っていくんですけども、この志望動機編はこの動画だけ見ていただければ、その志望動機っていう単元についてはほぼほぼ完璧になりますよという動画に仕上げてますので、まずですね、この単元不安っていう方はこの動画をフルで見ていただければ、まあ、かなりね、深い対策になるんじゃないかなというふうに思っております。で、今回の志望動機編の動画のラインナップなんですが、こちらになっております。はい、まずフレームワークをしっかり学ん で、その後3つ模擬面接を見ていただいてアウトプットをしていただくと、アウトプットの疑似体験ですね。で、その後に人事部目線で志望動機ってどういうところを見ているのかっていうところの動画を見ていただいて、最後に学生からのお悩み相談ですね、志望動機に関するあるあるの悩み、皆さんともこれ一度悩んだことある悩みですね、こういったものを回答している動画を見ていただいて、全てのラインナップ含めて皆さんがしっかりと志望動機の理解をね、深められる動画になってますので、ぜひ見ていただければと思います。早速一つ目の動画なんですが、こちらフレームワークの動画で僕がかなり力を入れて作った動画ですね。で、志望動機っていうのは皆さんこう作成にね、いろいろ苦労されると思うんですけど、作成の際に抑えるべきロジックだったりとかポイントっていうのはほぼほぼ固まってます。なので、まずこの動画必ず頭に入れて作成しないと、かなり間違った方向の志望動機になってしまったりとか、面接官に刺さらない志望動機になってしまうので、まずこちらのフレームワークをしっかり頭に入れていただければと思います。では早速ですが、志望動機のフレームワーク編ですね、見ていただければと思います。どうぞ。今日はですね、内定ゼロを避けるための志望動機作成方法5ステップっていうテーマでやっていきたいと思ってます。まあ、結構ですね、極端なテーマかなと思う人も多いかもしれないんですけども、やっぱり志望動機めっちゃ大事です。この志望動機できてないと内定ゼロの学生がザラにいるんでね、一緒にこの作成方法を勉強して皆さんには内定取ってほしいなというふうに思ってます。で、早速じゃあこの5ステップの方に入っていきたいと思うんですけども、結論この5つになります。1つ目、なぜ就職なのか。2つ目、なぜ大企業なのかベンチャーなのか。3つ目、なぜこの業界なのか。4つ目、その中でもなぜこの会社なのか。5つ目、その中でもなぜこの部署なのかですね。5つ目はこれあるパターンないパターンがあるんですけども、こちらの5つのステップに沿ってしっかり準備をすれば、皆さんは志望動機絶対書けるので、ちゃんとですね、この動画を見て勉強してもらえればなと思ってます。はい、で早速1つ目いきたいと思うんですけども、なぜ就職なんですかですね。で、これは就活で就活面接とかですね、聞かれる可能性というのは低いです。ただ皆さんの人生のために絶対に考えておいた方がいいポイントなんですね。そもそも、就活っていうのは選択肢しかないわけですよ。他にも道っていっぱいありますよね、よく考えると。例えばもっと専門性の高い道に行くとかですね、美容師になるとか看護師になるみたいな道ですよね、といった道もあるし、ビジネス領域でもうしっかりやりたいことが明確にあって大義名分が決まっているんであれば、もう起業してやっちゃえばいいわけですよ。そんな選択肢もある中で、皆さんは就活と選択をしているという自覚をしっかり持ってですね、なぜ今就活するんだろう、他の選択肢本当に考え切ったのかなっていうポイントで、今一度時間を作って考えてほしいなと思います。というものですね、僕学生当時これできてなかったんですよ。僕もなんとなく就活のタイミングが来て、みんなの流れに身を任せて就活をしてっていう流れがあったんで、やっぱりこのポイント抜け落ちてたなと思っていて、で、そうするとどうなるかっていうとですね、僕の周り今社会人5年目の代なんですけども、やっぱりみんなとこう飲んでる時とかですね、やっぱり学生時代もっといろんな選択肢を模索すればよかったなとかって言ってる人めっちゃ多いんですよね。で、みんな後々気づくんですよ。で、そうしても遅いわけで、もう転職しかないわけですから、そうなった時にですね、やっぱりこの大学生のうちに就職じゃない選択肢とかもしっかり検討しておくことで、皆様のその後の人生がですね、どんどんこう豊かになるということがあると思うので、ぜひぜひこれは今のうちに時間を作って考えてほしいポイントだなと思ってます。で、次2つ目ですね、なぜ大企業なのかベンチャーなのかですね。こちらは大企業とベンチャーそれぞれメリットデメリットがあるので、そちらをまずご紹介したいと思います。大企業はやはり業績がある程度安定していて、教育のインフラも整っていると。で、かつ事業規模が大きくて社会貢献性の高いビジネスが多い。で、かつ待遇もまあいいということで、ここはメリットになるかなと思います。で、ベンチャーの方はですね、比較的分かってからこのマネジメント経験が積めるっていう点だったりとか、自身の事業への貢献度ですね、手触り感とかって表現もあるんですけども、大企業だとやっぱりこの大きいビジネスをたくさんの人数で回しているっていう側面が強いのに対して、ベンチャーの場合は結構自分の裁量が大きくてですね、規模はちっちゃくてもやっぱ自分の貢献度が高いっていう意味でビジネスの手触り感があるみたいな表現をしますね。そういったとこはいい点として挙げられるかなと。あと、ワークスタイルの柔軟性ですね。こちらは今リモートワークみたいなのが分かりやすいところですけども、例えば僕がいるのはベンチャーってリモートワーク
OK なんで、例えばちょっと体調が悪い時に家で仕事してから午後行きますとか、やっぱ満員電車嫌なんで、ここも満員電車の時間を避けてから出社しますみたいなことができるわけですね。ここはまだまだ大企業にはないポイントかなと思います。あとは副業ですよね。今って結構パラレルワークとかっていう言葉があると思うんですけども、やっぱり一つの企業で一つのことをするっていう時代でもないんですよね。なんで、やっぱりここはいろんな企業のお仕事を兼務したりだとか、例えば僕の会社でも他の会社の執行役員を兼務してる人がいたりだとか、自分の会社を持ってる人がいたりで、フリーランスでコンサルを兼務したりとかっていうのもあるので、まあ、そういった働き方は当たり前になってきてますし、これからどんどん加速的に進むんで、そういった要素はベンチャーの方が今は強いかなというふうに思います。ただですね、昨今やっぱり大企業の方もこのワークスタイルの柔軟性というのは増してきてますし、副業解禁してる会社も増えてきてますよね。みずほ銀行さんなんかが解禁してましたけども、そういった動きもあるので、やっぱりここの大企業とベンチャーの差分っていうのはどんどんまあ縮まってくるかなとは思うんですよね。ベンチャーもやっぱりどん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 この教育のインフラとかも整ってきてますし、そういった流れがある中で、今一度まあメリットデメリットをしっかり整理して、皆さんではどっちを選択するのかと、なぜなのかっていう部分を掘り込んでいくと今後の役に立つかなと思います。3つ目、なぜこの業界なんですかってことなんですけども、このあたりから就活の面接でよく聞かれるポイントになってきますね。で、なんでこういう聞かれ方するかっていうとですね、例えば志望動機を喋った時に、その志望動機だったらこっちの業界も当てはまるから内定出したらこっちも行っちゃうんじゃないのみたいな風に面接官思っちゃうわけですね。なんで他の類似してる業界とか隣接してる業界との差分とか違いっていうのを皆さんの言葉でしっかり語れるようにしていくことが大事です。で、僕の場合は結構その経営に携わりたいという軸で喋っていたので、僕は主軸に商社を置いてたんですけれども、周辺領域で行くところの、例えば分かりやすいベンチャーとか、あとは経営に携わるという意味でコンサルなんかがよく質問では聞かれてました。で、どういうふうに回答したかっていうとですね、例えばそのベンチャーとの差分っていうところでいくと、やはり当時ですね、僕はインターンの経験とかあんまりなかったんで、社会との接点を持った経験がなくて、ビジネスの経験もゼロだったわけですね。そこでいきなりベンチャーに行ってこうマネジメントに関わるみたいなイメージが全くわからなかったわけですよ。で、一方で商社の方々が OB 訪問とかした時に、皆さん軒並み語っていたのが、やはり若手のうちはしっかり経験を積んで、その後にやっぱ事業会社に出向して経営を経験しましたとか、ちゃんとステップバイステップで成長した先に経営があると、そういうキャリアを歩んでいる人たちが多かったので、商社に行った方が自分が思い描くキャリアを描けるなというところがあったので、そういったところを違いとしてあげて説明をしてました。で、コンサルとの違いなんですけども、こちらはやはりプレイヤーであるかないかって点が大きく違うと思っていて、コンサルの場合はやはり事業会社が事業展開しているところにコンサルタントとして配属されて、そこでサポートをするというポイントが強いのに対して、商社の場合はやはり自分が事業の主体となって事業展開していくと、ここはやはりですね、やっぱ事業の自分が中心になってやりたいという思いが強かったので、ここはやっぱりコンサルではなく商社ですっていう回答をしてましたね。こんな形で、皆さんの志望動機に類する当てはまってしまう業界についてはしっかり、なんでここじゃなくてここなんですかって説明をできるようにしておくと、面接で聞かれた時にスムーズに回答ができるかなと思います。で、このポイントなんですけども、やっぱりなぜこの業界なんですか、こうなんですで終わるんではなくて、ここをさらになぜなぜなぜ掘り込むのが非常に大事です。で、掘り込み方なんですけども、やっぱり自分で考えても限界あるんで、これやっぱり人に掘り込んでもらうのはいいなと思ってます。有効なのが OB 訪問ですね。やっぱりこの感度の鋭い社会人にここ掘り込んでもらうと、やっぱり面接官を経験している社会人もすごく多いので、彼らから掘り込んでもらうことによって、しっかりこの深い考察ができてですね、どん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 説得力のある説明ができるようになってくるので、OB 訪問を手段として用いてしっかり掘り込んでいくっていうのはすごくいい手段かなというふうに思います。はい。で、その次がなぜこの企業なのかってとこですね。こちらはさっき分類した業界の中でも、なんでうちなんですかっていう質問なんですよね。これも商社を例にとると非常に分かりやすいんですけども、商社業界ある中、特に総合商社ですね、で、五大商社みたいな括りがあるんですけども、その中でなんでうちなんですか絶対聞かれるんですよ。で、ここに対しては回答方法が主に2つあるなと思っていて、得意な事業領域で語るケースと人で語るケース、この2つがあると思ってます。で、前者は要注意です。なぜかというとですね、例えば商社の分類ってやった時に、結構その伊藤忠志望の学生がやりがちなのが、伊藤忠繊維が強いんで、僕繊維にすごく興味があるんで伊藤忠なんですって喋り方しちゃうんですけども、これ結構危険なんですね。というのも、今相対してる面接官はその道のスペシャリストである可能性が高いわけですよ。で、そういう人たちに対して学生がインターネットでつけた浅い知識とか、今までの浅い経験でぶつかっててしまうと、当然プロフェッショナルから見るとですね、やっぱりもうすごく打ち切に見えてしまう。これどうしても仕方ないんですよね。なので、ここで勝負するのは結構危険なので、皆さんがですね、もうこの領域に対してもう人並み強い思いがあるとか、もしくは特定のすごく強いバックグラウンドがある、こういったケースだとここは武器になるので、ここで語るのはいいんですけども、それ以外で例えばですね、伊藤忠入りたいんだけどどうしようかな
な、繊維強いんだから、あ、この繊維に掛け合わせた脂肪動機作ろうみたいな流れで作ってしまうと絶対面接で事故るので、これはやめてくださいと。そういった時にどういう課題方がいいかなという人なんですよね、やっぱり。でこれもさっきの OB 訪問が効いてくるんですけど、やっぱり例えば僕の場合は商社5大商社ですね、各商社で5人ずつ OB 訪問したんですけども、まあ、それを見た中で5人見た中でやっぱり御社なんですっていう語り口をすると、やっぱ説得力ある程度あるんですよね。まあ、5人見てそこで何かの一貫性を自分なりに感じて、ここは自分が合うんで御社だと思いましたみたいな語り方をすると、やっぱりここはある程度説得力が生まれるので、これは手段としては立派な選択肢かなと思います。結構人で語るなんてみんな誰でも思いつくし月並みじゃんって思う人多いかもしれないんですけども、やっぱりこれ学生らしい回答だし、そこはしっかり自分の、まあ、ロジックの部分ですよね、しっかり5人訪問してこういうとこが自分に合うと思ったんで御社なんですっていうところを作り込めば全く問題ないので、こちらの方が無難な選択肢かなというふうに思います。はい、で最後になぜこの部署なのかってことなんですけども、こちらは先ほどのなぜこの会社なのかの中で、特定の事業領域で語ってたケースで、より刺さる部分かなと思うんですけども、やっぱり例えば繊維って言った時に、やっぱ繊維の特定の部署について刺して話した方が説得力はあるので、そっちで行く場合はこのなぜこの部署なのかとかいうとこまで語った方がロジックの一貫性としてはしっかり筋が通るかなと思います。であとは商材とか特定のやりたいことで語るってことですよね。そこがしっかりこの部署に当てはまってるっていうケースで喋る場合ですよね。やっぱりどうしてもこの商材を使いたいとか、そういうケースは、まあ、そこに当てはまる部署で語るっていうのもいいんじゃないかなというふうに思うので、これ5つ目に設定してあります。でざっと今5つ紹介しましたが、まとめますとですね、全部で5ステップあって、1つ目がなぜ就職なのか、で2つ目がなぜ大企業なのかベンチャーなのか、で3つ目がなぜこの業界なのか、4つ目がその中でもなぜこの会社なのか、で5つ目がなぜその部署なのかっていうケースですね。このステップでしっかり分解して準備できるとですね、どういうことが起こるかっていうと、例えば志望動機っていう大きな炭素の中に今言った5つのステップの引き出しができているようなイメージになってくるんですよね。そうすると面接官が志望動機にかかる質問した時にどの引き出しを開けたがっているのかっていうのがだんだん分かるようになってきます。でこれが分かると何が起こるかっていうと、やっぱりもう準備していて開ける引き出しがはっきり分かっているので即時回答ができるし、ロジックの齟齬もないわけですよね。でそうするとやっぱり準備してない学生に比べて圧倒的に頭の回転も早いって印象も与えられますし、論理が通ってるなっていう印象も与えられます。逆に準備してないとその場で必死に頭を回して考えて回答することになるので、ロジックの齟齬を切る可能性もあるし、やっぱり頭の回転が遅いと思われるリスクもあるということがあるので、ここはしっかり準備しておいた方がいいなというふうに思ってます。なのでまとめると、やっぱこの5ステップですね、こちらの軸に沿って皆さんの志望動機をしっかり掘り込んでいけば、どなたでも志望動機作成できると思うので、こちらを参考にしていただけたらなというふうに思います。はい、フレームワーク編いかがだったでしょうか。こちらの原理原則を押さえればしっかりとね、筋の通ったロジカルな志望動機が作成できるので必ずこれを押さえてくださいと。続きまして模擬面接編の第1弾なんですけども、こちらは元三菱商事のサスケが伊藤忠商事22年人事務められた佐野さんに対して模擬面接をしている動画になっております。でこの動画の志望動機の回答ポイントはですね、オーソドックスな質問に対してどれだけ簡潔にまず入り口答えられるかっていうところを見せた動画になりますので、あ、これぐらいコンパクトにロジカルに回答すれば面接官って違和感ないんだなっていう点を掴んでいただければと思います。じゃあ早速ですが、サスケ VS 佐野さんの動画ね、見ていただければと思いますね。どうぞ。なぜ弊社をね、志望しようと思ったのか、弊社って言ってもトップ就活商事ということですね、ちょっと架空で結構ですけれども、なぜ、この会社と思ったんでしょうか。まずですね、この商社業界というところは先ほど申し上げたやっぱり経営ができると、自分が経験をその先に経営があるというところが魅力で言ったので商社の業界なんですけれども、その中でも御社だというポイントにつきましては完全に人ですね。私 OB 訪問を終えて5人させていただいて、会った方々が皆さんですね、本当に素敵な方々で、心からこの人たちと一緒に働きたいと思えたので、そこはやっぱり他の商社の方々と違ったポイントでして、もう純粋にもう人ですという回答でございます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。自分の模擬面接見られるのちょっと恥ずかしくもありますが、これはかなりね、端的に回答している例です。ただ実際の面接はその志望動機何ですか、この業界とかこの会社を志望した理由何ですかっていう質問からどんどん面接官が深掘りをしていきますよね。でこの深掘りに答えられてこそしっかり内定が取れるってことになりますので、次の動画はですね、僕たちの同期元三菱商事の達と、さっきの佐野さんが対戦している模擬面接になるんですけども、深くどんどん深掘っていく動画になってます。ここの達のね、切り返しがすごく秀逸な回答が多いので、ここをしっかり見ていただいて、深掘りって加えて対抗すればいいんだなっていうのを掴んでいただければと思います。では早速ですが達の動画行ってみたいと思います。どうぞ。今特集 LINE 公式アカに登録をすると超品質質問100選が手に入ります。これは去年内定無双したインターン生たちが実際に選考で聞かれた質問を100個ですね、スプレッドシートにまとめたものになりまして、めちゃめちゃ有益になっています。それ以外にも LINE に登録してくれている会員たちには日々トップ企業とのコラボライブだったりとか豪華ゲストとのイベントですね、
その他にもグルディスや面接のマッチングライブでアウトプットができたりと豪華特典がついていますので、ぜひ皆さん概要欄の方から登録をしてください。登録待ってます。大谷さんはね、なぜ商社を志望されてるんですか？はい、先ほど申し上げた、2点、その高校の部活動の経験と、あとは大学時代の経験で、いろんな商社っていうのはいろんな、利害関係者とかステークホルダーをまとめ上げながら、困難なビジネスを作っていくというところはですね、まさに体現されてると思ってまして、そこがやっぱり自分の目標に負けずに愚直にこう最後までやり遂げるとか、あとは高校時代のその逆境すらもいろんな人をだんだん味方につけて何か目標を達成していくっていうところ、自分の力を一番発揮できるのが商社の場だと考えたからです、なるほどね。ただね、一方で、高校のバレー部もそうだし、留学もそうなんだけどね、すごく、なんていうのかな、まだまだ狭い世界でのこのこう周囲の巻き込み方だったと思うんですよね、で、やっぱ商社に入るとやっぱグローバルベースでね、いろんな本当にこう生きるか死ぬかぐらいな感じのね、本気の利害調整っていうのは必要だと思うんだけど、それでもそういう仕事ってやってみたいと思う？結構しんどいと思うよ。はい、私自身がやっぱりしんどい目標であったりとか、より困難なことの方が、モチベーションを感じるタイプだと自負してるんで、もちろん最初からそういう大きい仕事はできないと思うんですが、商社マンとしてキャリアを積む中でだんだんそういう会社に貢献できるような人材に、なれるように精進したいなという思いはあります。こういうね、ステークホルダー巻き込んで大きな、仕事をしていくって、これやっぱり商社しかできないことなのかな？多分メーカーとかでも他の業種、金融業とかでもできると思うんですが、商社のビジネスの特性上、権益を取ってとか何かに出資してとか、はたまた日記メーカーさんの支援をしたりしてみたいな、やっぱり調整役の役割が大きいと思ってます。それをグローバルベースで最も大胆に、さっき言った日本のためにっていうところも総合を加味した場っていうのが総合商社だと思ってるんで、総合商社に行くことが最もそういうさっき言った利害関係を巻き込みながらビジネスをするっていうのに最もチャンスがあるんじゃないかと思ってます。こう利害関係を調整、していって、プロジェクトを前に進めていく、そうするために必要な、能力とかスキルとか資質って何だと思います？はい、なかなか一つにはまとめづらいかなと思うんですけど、やはり目標を設定して、やり遂げる力、私自身グリッドというキーワードをすごく大事にしてるんですけど、たとえ多少の困難にぶつかってもやり遂げていくということが最も大事だと考えてます。はい、分かりました。次にね、商社を志望する理由は分かったんですけど、そのなぜね、トップ就活商事、当社をね、志望したんでしょうか？はい、OB 訪問を通してまず人がすごく魅力的だなと感じました。これは実際に、他の他商社さんにもお会いして、各商社5人以上のお話を聞いたんですが、最も人が魅力的で、こういう人たちと働けば自分も成長できるんじゃないかと強く感じました。大谷さんにとって魅力的な商社パーソンってどういう人ですか？そうですね、やはり仕事を通して先ほどの困難な目標があってもやり遂げる、その過程を楽しむことを感じられる商社パーソンというのが非常に魅力的に感じます。なるほどね。これってなんか OB 訪問で理解できることなのかな？そうですね、私自身近い、ゼミの先輩だったり、早稲田大学の先輩が各商社にいたので、
まあ、通常の OB 訪問に加えて、まあ、正直別飲み会に行ってかなり深いところまでお話を聞いたりしたっていうところがあるんで、まあ、サンプル数は少ないんですけど、その限られたサンプル数の中で一番限られているのがトップ就活商事さんだったというところですね。なるほどね。その過程を楽しむってどういうことですか？はい、高校 の、 あのエピソードの通り、やはり最初何か、ことを成し遂げようとすると本当にいろんな障壁が来ますと。で、大概のやっぱりチャレンジっていうのは、まあ、その障壁にぶつかって跳ね返されて諦めることも多いと思うんですけど、それすらもそのチャレンジすらも楽しみつつ、設定した目標に対して、一歩一歩近づいていく、そのステップを楽しむっていうことですね。ということですね。はい、わかりました。はい、いかがだったでしょうか。立つ深掘りに対してかなり対抗してましたね。で、次、最後の模擬面接動画になるんですが、これも応用編ですね。続きまして、もともと外銀内定者の亮太とサイバーエージェントの人事責任者の曽山さんの模擬面接になります。で、曽山さんの面接スタイルでもあるんですけども、かなりカジュアルに、ね、会話調の面接を展開しています。一見志望動機のことこれ本当に聞いてるのかなっていうふうに思うぐらい、まあ、カジュアルな聞き方してるんですけど、でも本質的には亮太の原体験と個性と志望先がしっかり合ってるのかっていうのをリンクの部分を見てます。いろんな聞き方で聞いてるんですが、そこに対してしっかりと筋の通った亮太の回答っていうのを見ていただければと思います。応用編ですが、これを見ておくと皆さんかなりレベル上がると思うので、ね、ぜひしっかり見ていただければと思います。それではいきましょう。どうぞ。うちの会社に接点を持ったのは一体何年生のいつぐらいですか？そうですね、それで申し上げますと、多分大学の2年ないしはその3年になりかけぐらいで、まあ、ちょっとその就職活動みたいなところを、まあ、意識していくタイミングと、あとまあもう一つあるのが、あの私自身すごいスポーツが昔から好きでして、であの、まあ、2011年にできた東北楽天ゴールデンイーグルスという野球チームの、うんうん、初代の球団社長になられた方が、うん、あの立花さんという方なんですけども、はいはい、立花さんが初代で球団社長になられたその前職ないしはその新卒で入られた会社が、そのいわゆる外資系の証券会社ないしは投資銀行と呼ばれる会社だったので、なるほど、そこですごい強い興味を持ったりとか、あ、こういうキャリアを歩まれる方がいるんだなというところで、まあ、意識を一つし始めたというところはあります。なるほど、そっか、もともとスポーツが好き で就職活動のアンテナも広げていったら、なんと楽天球団の社長が外銀出身だったと。そうですね。これスポーツ×外銀ってめっちゃ俺の通りじゃんみたいな感じで掛け算ができたってことなんですか？そうですね、あのやはりなかなかその将来的にスポーツに関わる仕事をしていきたいなというところを考えていく中で、うん、まあ、なかなかその新卒でスポーツビジネスに関わる機会というところの、まあ、ビジョンとかどういうキャリアパスがあるのかなみたいなところに悩む中で、うん、まあ、一つ、まあ、ロールモデルではないですけれども、うん、そういった道があるんだというところは一つ新しい発見だったなと思っております。なるほど、確かにね、スポーツ興味ってみんなね、あの僕自身もあの棒に網のついたラクロスっていうスポーツをやってたの ね、 やってましたけど、やっぱスポーツ業界盛り上げていきたいってね、特にスポーツが好きとかやってた人とみんな思いますもんね。そうですね。なるほど。これちなみにそのスポーツが好きってことをちょっと教えてほしいんですけど、それはいつからですか？子供の頃から？そうですね、まあ、多分最初に私がスポーツに触れたのは、もう幼稚園のいわゆる年長ぐらいの時から、うん、あの実はずっと剣道をやっておりまして、で、まあ、多分その時はもう自分で決めたというよりかは、多分親に当時聞いている話だと、うん、剣道柔道みたいなところ、うん、何かしら武道をやらせたかったというところで、まあ、多分当時ちっちゃかった僕がその剣道がやりたいみたいなことを言ってっていう形だとは思うんですけれども、うん、はいはいはい、でそこからずっと剣道は小学校の間やっていたんですけれども、まあ、小学校の途中低学年の高学年になりかけぐらいの時から、うん、ちょうどあの野球を野球に触れる機会がありまして、そこからはずっと野球をやっていて、中学高校そしてまあ大学と、うん、まあ、野球を続けさせていただいたというところです。あ、中高大学まで続けたんですか？あ、はい。じゃあもう小学校の高学年あたりで野球に触れてから本当ずっと野球なんですね。そうですね、もうそこからはもう野球に一気に惚れ込んでしまって。なるほど。熱中しております。野球は何、どんな理由で熱中してたんですか？そうですね、多分もう分かりやすいところだと思うんですけれども、そのまあ剣道をやりながら最初に野球を持っ、うん、興味を持ったきっかけというのはですね、あの地元でよく行われてたソフトボール大会みたいなところに、小学生のところで、まあ、あのみんな経験者じゃないメンバーも集まってやるみたいなところで、ああります、ね、
多分たまたま大活躍してしまったんですよ。天才。なるほど。で多分そこでまあなかなかちょっとスポーツで結果を出してでそこに対して喜びを感じるみたいなその成功体験にまあ導かれてずっとその野球にもハマっていったというところがあるのかなとは思ってます。うん、これちなみにこれはソフトボールの大会の大活躍は小学校の高学年ぐらいってことですか。じゃあそう小学校多分3年生か4年生ぐらいのタイミングです。これ活躍ってちなみに何ですか、ピッチャーなのかバッターなのか両方なのか。その時はもうバッターとしてもう打つに打ちまくったみたいです、はい、でも記憶はもう薄いんですね。さすがにでもそこで活躍をした時のやはりその周りの人がすごい褒めてくれるとか、うん、あとはその仲のいいメンバーがすごいなって言ってくれるっていうところは結構未だに覚えていて、うん、おでかつそこでやはりその優勝が何チームかの中でそのチームが優勝してその優勝したチームの中からなんか優秀賞みたいなのをもらったというところが、まあ、一つ自分の中ですごい楽しかったっていうところがあるのかなと思います。大会の MVP じゃないですか、素晴らしいですねこれね。そう、まあ、正確に言うと実はあの MVP はあのピッチャーの方が取られてて、あ別に、ね、なんか優秀賞みたいな優秀、あなるほど、ちゃんとその辺は謙虚ですね、 MVP って言わずに、はい、MVP じゃなくて 優秀賞と。 OK です、 OK です、 OKOK OK です、わかりました。うん、了解です。このじゃあそのスポーツにはまったけどさっきの楽天球団立花さんで外銀ってなりましたが、で実際にそのこのうちの会社に大学3年生ぐらいになんか触れたかもな、例えばそれはセミナーなのか説明会なのか どういう感じですか、一つ目の記憶ってうちの会社と。まず最初はやはりそのそもそもどういった業界なのかなみたいなところが自分の中でイメージがなかったので、うんうん、まずはその基本的にはホームページを中心に、まあ、どういった世界なのかというところと、あとやはりその外資系のいわゆる証券会社投資銀行と呼ばれるところでをモチーフにしたあの小説であったりとか、あとはその映画みたいなところがまあそれなりにまあネットで見ていくとこれは読んでおいた方がいいみたいなところのがあったので、そこで結構その小説とか映画とかは見させていただいたというところでございます。なるほど。 ちなみに今でも覚えてるものってありますか、何か記憶に残ってるタイトルでもいいですし、映画名とか小説名とか、それもしくは記憶に残ってるシーンでもいいんですけど、何かありますか。うん、まあ、あの一番多分有名なところで言うと、あのレオナルド・デカプリオが主演していた、うん、ウルフ・オブ・ワールド・ウォールストリートですね。あれはまさにそのいわゆるアメリカの証券会社のセールスの話だったので、まあ、かなりそのシーンによっては結構過激なシーンとかが出てきていて、うんうんうん、内容的には全く金融とかは出てこないような話だったりはするんですけれども、はいはい、まあ、あれは結構あの記憶に残っているかなというところと、うん、まあ、その中でその日本でその外資系の証券会社で働くというところで言うと、うん、あの下の名前をちょっとすみませんド忘れしました、黒木さんという方が書かれた巨大投資銀行という小説がありまして、はいはい、いわゆるその日系の証券会社の方が外資系の証券会社にまあ転職をして、うん、そこの中で今いろいろなディールをやったりとかというか結構リアルに書かれている小説というところで、まあ、そちらの方がどちらかというとその実務ということと、うんうんうん、あこういうことをやられている会社とか業界なんだなというところの印象が強いかなと思ってます。なるほど。じゃあこの巨大投資銀行という本は結構影響を受けてるっていう感じですかね。そうですね、やはりその全くイメージがつかない業務の中で、あこういう世界でこういうことが求められるんだっていうその最初のタッチとしては一番印象が強いところです。なるほど。ちなみに どんなシーンとかどういうふうになったのか覚えてるとか何かありますか、もう少し具体的なところ。そうですね、やはり、まあ、そのいわゆる、まあ、うちの父とか親戚の中でもあまりその外資系の企業で働いている人間というところに今まで接したことがなかったので、どちらかというとその一度その会社に入ったらそこの会社の中で、うん、まあ、ずっと定年というところに向かって過ごしていく、はいはい、働いていくみたいなところが前提として自分の中にあった中で、やはりその小説の中でもそのすごい優秀な同僚であったり、うん、そのすごい厳しい労働環境、うん、まあ、しかもまあ当時はすごい長い労働時間の中で、あそうですよね、はいはいはい、かなりそのプレッシャーが強い中で結果を出し続けていても、うん、もしくは結果が出し続けられなかった時にもう一気にクビになってしまうっていうところが、
かなりそのリアルなその勝負とかその結果を出し続けることの重要性みたいなところが根強くある業界なんだなというところが自分の中ですごい印象深いところです。いやまさに外資系投資銀行の、ね、今では少しずつ、ね、業界の雰囲気とか、ね、あの時間管理とかも変わってますけれども、なんかそのシーン見てどう思ったんですか、まあ、実際外銀受けているわけですけど。そうですね、で個人的にはまあ、ちょっと言っていておかしなところかなとも思うんですけれども、最初そういったまあ小説で読んでいく中で実はワクワクした自分というのが一番大きくて。なるほど。でちょっと概念的な話にはなってしまうんですけれども、はい、どちらかというとそのスポーツの特にその試合における緊張感に近いなというところが、うん、まあ、そのこの外資系の証券会社を志望している理由の一つでして、やっぱりその今まで部活動ないしはそのスポーツの中でもう常にハイプレッシャーの中で高い成果を、うん、結果を出し続けて、でかつそれを、まあ、野球の場合チームスポーツだったので個としての活躍だけでなくチームとして勝つというところをやってきた自分からすると、うん、あすごい近しいところだなというところと、やはり自分が好きでスポーツをやっていたところもあったので、こういうところで働くというのはすごいワクワクするなというところが自分的に感じていたところです。なるほど。じゃあ実際に心とか胸が動く、前向きな感じで動くっていうのを感じたってことですね。そうですね。はい、りょうたの模擬面接いかがだったでしょうか。続きの動画なんですが、こちらは佐野さんが人事目線で、志望動機どう作ればいいんですかとか、どこがポイントなんですかって解説している動画になってます。題材は商社ってことにしてるんですけども、しっかり抽象化してこの動画を見ればどの業界どの会社にも当てはまる示唆が得られるはずなので、人事ってこういうとこ見てるんだとかいうのをチェックしていただければと思います。ここまで押さえればかなりレベル高いものになってますんで、ね、ぜひここも押さえていただければと思います。どうぞ。特集 LINE 公式アカに登録をすると超品質質問100選が手に入ります。もう一つのこの就活における柱っていうとやっぱ志望動機があると思っていて、まあ、商社がこのビジネスモデルが変化する中で志望動機の組み方もある程度こう変えるべきなのかなっていう気はしたんですけど、そこは浅野さんとしてはどんなご意見をお持ちですか。志望動機でいうといろんなパターンがありますので、まあ、その人の、志望する動機でいいと思うんですけれども、やはりその今年非常に多かったのがですね、やっぱりこう社会課題というものをビジネスを通じて解決をしていきたいというようなパターンが非常に多かったですね、でそれは商社じゃないとできないんだというような、まあ、きっちりした説明をな、した上でですね、そういう志望動機を掲げている人が多いんですけれども、一方でどんな志望動機でも僕はいいと思うんですけども、一方でそのテンプレ型というんですかね、テンプレート型もしくは受け売り型の志望動機っていうのがすごく巷に溢れてるなという感じがしていて、誰か OB の話を聞いたとか、あとはこういう就活の YouTube なんかを見てですね、誰かが言ってたというような志望動機をそっくりそのまま面接の場で使うというパターンが結構多いなという感じがしてましたね。で、これっていうのはやっぱりまあ私から見るとですね、何もしてないよりも一生懸命やってるなっていう感じはあると思うんですけれども、ただそこで止まっちゃってるなという感じがしてますね。で実際まあ内定を取った人を見てるとですね、いろんな情報をいろんな角度から集めて、それを自分の頭の中で考えて自分の言葉でね、発信できてるという人が非常に内定を獲得してるなという感じしますんでね、やっぱりこう志望動機何でもいいんですけれども、やっぱテンプレ型受け売り型、これはね絶対やめた方がいいなという感じがしますね、ですよね。ちょっと僕もそこに関しては皆さんに伝えたいことがあってですね、やっぱり結構まあ、特集が20節でありがたいことに流行ってですね、結構僕らが出した具体例、例えばその逆質問でこうやったらいいよみたいなのを、僕らのメッセージの仕方もまずかったなと思うんですけど、やっぱそれをそのまま捉えてしまって具体例を具体例として使っちゃうっていうことですよね。これをするとやっぱり今佐野さんがおっしゃったようなことになると思っていて、これは本当に違いますよっていうのはこの場を借りて、皆さんに伝えたいことなんですよね、この具体例を通じて伝えたいのはその上にあるエッセンスとか大事な部分、普遍的に変わらないものとか大事な部分、これを学んでくださいって意味で具体例を使ってるだけであって、これを使ってくださいってことじゃないんですよね。なんでこのフレームワークは多分特集を通じて学べるんですけど、それをやっぱり自分のエピソードとかに落とし込んでしっかり自分のものにして語るっていうのをやった方が今実際内定で捉えてるって話でしたし、それが本質的だと思うので、具体例のモロパクリっていうのは我々のチャンネルに限らず、皆さんも控えた方がいいと思うので、
ちょっとすみません、これを機にと思ったんで。いや、いや、まあ、まさにその通りだと思いますね。はい、一つ、まあ、それに関して例を挙げるとですね、テンプレ型の人ってしっかり、まあ、準備はしているということなんで、うん、どんな質問に対してもスムーズにですね、答えられるということなんですけど、そういう人はね、結構、一次面接、二次面接あたりで落ちてますね。うんうんうん、で、やっぱり、こう、面接官の心に響かないというかですね、うん、いうのことで多分落とされてるのかなという感じがするんですね。ですね、一見パッと見た感じ、うん、火の打ちどころがないような、本当にこう、この人優秀なのかなって一瞬思うんですけれども、はい、ただね、こう耳に入ってこないというかね、うんうんうん、なので結局響かないんだなという感じがしますよね、うん。これちょっと気をつけないといけないですね。うん、気をつけないといけないですね。やっぱりこう自分の強みに気づいてないっていう人がね、結構いるなという感じがしていて、うん、で、これは散々こう自己分析をやってるはずなんですけども、勝者のメインの領域、メインの土俵で戦おうとしていると。うんうんうん、いうような感じがしてましてね。つまりまあ、勝者で言うと、例えばリーダーシップとか、あとは国際経験だとか、あとはコミュニケーション。もちろんこういったものも大事なんですけれども、人それぞれね、強みがあるんですけど、その強みを伝えずに、その土俵に戦ってるという人は結構いてね。例えば、理系の人とかね。うん、理系の人って今、勝者非常に求めてますよね。例えば、はいはい、まあ、数字に強いとか、あとテクノロジーとかデジタルの素養があるだとか、うんうんうん、あとは実験を通じて仮説検証していく力が強いだとか、うんうん、そういう理系としての強みを持ってるんですけども、それをこうアピールせずに文系の土俵に戦いに行くというようなケースが結構多かったんですよね。うんうんうん、で、やっぱり文系の土俵って、まあ、数としてはたくさんいますからね、それだけ倍率が高くなっちゃうんですけど、うんうん、まあ、理系の土俵でね、こう勝者が求めてるような理系の人材ですよという PR をすればですね、それだけ敵も少ないわけですよね。うんうん、ですので、こう自分の土俵でしっかり戦うということが大事だなというのが一つですね。うんうんうん、で、あとはね、やっぱりこう、思考力っていうのがすごく問われてるなという感じがしてますね。はい、で、うん、さっきのガクチカで、まあ、複数ガクチカが聞かれると。で、その中に、学業というのが、まあ、盛り込まれるようになった。これ、私の就活の時全くなかったんですよね。はい、はい。学校の勉強なんてどうでもいいと。で、それ以外の課外活用のが重要だったと。うん、いうことで、まあ、どっちかというと人間的な魅力が重視されていたんですけれども、うん、今はね、やっぱりこう学力から来る思考力、こういったものも非常に重視されてるなという感じがしますね。で、例えば、うん、物産の一次面接で今年からケース面接がまあ導入されて、はい、三菱はね、従来からありましたよね。はい、はい。ですけども、まあ、物産も導入しているとかですね、うん、あと、住友商事の7月選考で、デザイン思考というふうに呼ばれる、うんうんうん、まあ、思考法に基づいた選考をやっていきますというようなことで、やっぱりこう自分の頭で自分の考えをこう整理していくというような力、これがね、非常に求められるようになってきてるなという感じがしますね。あとね、最後の部分なんですけど、はいはい、ビジネス構想力というふうに呼ばれるですね、うん、まあ、これ、こういう言葉があるかわかりませんけれども、うん、やっぱり冒頭にね、申し上げた、勝者に入ると自分の領域において課題を見つけて、課題を解決していくという力がまあ求められているということなので、うん、面接でもね、勝者に入って何やりたいというような、まあ、質問のされ方をされると思うんですけれども、やっぱりこうビジネス構想力っていうのが非常に求められているなという感じがしてますね。うん、で、うん、これって何かっていうと、まあ、文字通り、まあ、先ほどの話の通りですね、解決したい課題で、何なんですかというその課題の特定の部分から入ってですね、うん、いや、なぜその課題を解決したいと思うのかというその課題への思いであったりとか、うん、あとはまあ自分自身の価値観とか信念みたいなこと、うん、その課題を解決したい理由の部分が来て、で、後半部分に、じゃあその課題をね、勝者の機能だとか、勝者の強みだとか、うん、こういったものを活用して、じゃあどういうふうにね、解決をして、どういう世の中を実現したいのかというようなね、こういう一連のビジネス構想ということが問われてくるなという感じがしてますね。うん、で、うんうん、先ほど申し上げた通り、やっぱりまあ、ガクチカでなかなか差がつかないというようなことになってきてますので、このビジネス構想の部分ね、ここが非常に今後重要になってくるなという感じはしますね。
僕が就活した頃ともだいぶ変わってきてますね。求められているレベルが上がってるような気がしますね。すごい、うん、間違いなくすごく上がってるなという感じがしてますね、うん、大変ですね今の子たちは。その早期選考とかもありますし、うん、就活の期間も長くなってるし、うん、やっぱり求められているレベルが上がってるということで大変だと思うんですけど、うん、まあでもそれぐらいやらないと今のレベルだと内定が取れないってことですよね、うん、そうですね。でやっぱり大学時代の位置づけっていうのがその商社就活から見たときにこう変わってきてるなという感じがしてましてね、うんうん、やっぱりきちっとこういろんなことに挑戦をして一度始めたことをやり抜いて、成長を遂げる、うん、こういったことを多分商社はね学生に求めてるなという感じがしてますんでね、うんうんうん、それがさっきの学知化の話であったり自分らしさであったり思考力の話とかビジネス構想だとかそういったところに全部多分つながっていくのかなという感じがしますよね、うん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 、ですのでいかにこう大学時代にこう成長できるか充実した時間を過ごせるかということが、うんうん、非常に問われてるなという感じはします、うん、なるほど、うん、ありがとうございます。最後にね言うとしたらこれはねもう普遍的なもので、うん、過去も将来も変わらないと思うんですけれども、はい、やっぱり商社においては人間力ですね、うん、人間力とコミュニケーション力、うん、これはやっぱりいつの時代も変わらないなという感じがしますよね、うん、そうですね。人間卒向けのメッセージでもそこはおっしゃっていただいてましたもんね、うん、そうですね、はい、そこは変わらないなという感じがしますね、まあ、人間力のところはやっぱり就活の時だけ気をつけるっていう話でも全くないと思いますよね、はいはい、ですので、まあ、常日頃から謙虚であり感謝を持って、うん、あとまあ礼節を重んじるというようなね、うん、この3つだと私は思うんです人間力って、うんうん、なのでこういった人間力をこう磨いていくということも大事でしょうし、あとコミュニケーションですね。でこれも非常に大事だなというふうに思っていて、やっぱりねトップ集でもよく言ってますけども、結論ファーストでねきちっとこう、はい、質問に対して答えて、でその後に簡潔的な、まあ、補足説明をしていくというようなね、うん、こういうコミュニケーションスタイルを例えばまあゼミの場でねしていくというようなことも、まあ、重要かなという感じがしますね。なるほど、なるほど、ありがとうございます。やっぱりそうですね、変化は変化で捉えなきゃいけないですけど、変わらない部分もあるということで、うん、人間力、コミュニケーション能力っていうのも日頃から磨いていかないと、うん、まあ、特にそこを見てる業界ですよっていうことですかね。うん、そうですね、うん、ありがとうございます。じゃ結構今回盛りだくさんの内容で、お届けできたかなと思うの で、はい、ポイントを整理してね、学生の皆さんにはしっかり対策をして、22卒以降の方々はまだ時間はあるとは思いますので、日頃のエピソード作りのところから、うん、取り組んでいくかなというふうに思いました。そうですね。で、はい、まあ、私からのメッセージで言いますとね、やっぱりまあ就活っていうのがある意味まあ独立して考えられがちなものかなというふうに思ってまして、例えばまあ3年生のいつから就活を始めたらいいかとかね、そういう話題ってあると思うんですけれども、うん、まあ、就活っていうのはあくまでこう大学時代成長してきたこと、これをまあ言語化していくような僕はプロセスかなというふうに思うんですね。まあ一方でまあ業界研究とかあるとは思うんですけれども、なのでまずその大学時代にいかに成長していくかと、そこがすごく大事だなというふうに思いますので、ぜひこの動画はね、今の3年生だけじゃなくて、まあ大学1年生、2年生も見ていただいて、いかにこう大学時代に成長できるか、充実した時間を過ごせるか、それをね、真剣に考えてもらいたいなというふうに思います。就活を目的化しちゃいけないっていうことですよね、うん、やっぱり。そうですね、うん。おっしゃる通りだと思いますよ。はい。うん、しかも、そうじゃない学生がやっぱうまくいってるなっていう気はするんで、見ていて。本当に本質的に正しい努力をしている学生が内定を取っていってるし、より今後そういう世の中になっていく気はしているので、本質的な努力を続けてほしいっていうのは、僕らもいつもメッセージとして打ち出している内容ですね。うん、そうですね。ES 添削とか、ね、模擬面接やってても、うん、ね、おっしゃるその本質的な成長っていうのをこう遂げている人って、うん、少しのアドバイスで表現の仕方が大きく改善されるんですよね、うんうんうん、ですのでそういった人はやっぱりより内定に近づくという感じがしますけれども、うん、その成長の部分がなされてない人は、うん、なかなかねこうアドバイスをしても改善が難しいですよね。その本質的な部分が変わってないんで、その表面的な部分のアドバイスをしてもなかなかね改善されないというところもありますんでね、うんうん、ぜひその本質的な成長、これをね、ぜひ頑張ってもらいたいなというふうに思います。ありがとうございます。はい、いかがだったでしょうか。
しょうか。続きましては現役の就活生のお悩みに僕が回答している動画になるんですけども、これよくある悩みなんですけども、 ES 提出後に自分が書いた志望動機の浅さに気づいて面接でどうしようっていう悩みを抱えている学生ですね。で実際に悩みについて聞いてみると、授業領域や人っていうよくあるパターンでこう志望動機をね回答しようとしてるんですが、それぞれについて結構浅いということで僕はツッコミ入れている動画になってます。なぜ浅いのか、どこまで掘れば面接官が納得できる回答にできるのかっていう部分をしっかり解説しているので、この点しっかりね押さえておくと、これもまたレベル上がるようになってますので、ぜひこちらを見ていただければと思います。どうぞ。岡さん、志望業界とか志望企業ってどのあたりになりますかね。はい、第一志望はデベロッパー業界を見ていて、中でも三井不動産に行きたいなっていうふうに考えてます。どうしました。ちなみに初めに聞いておきたいんですが、他に受けてる業界とかはありますか。見ている業界、はい、他にはあと広告業界と、あとはメーカー、消費財のメーカーを中心に受けてます。第一志望がデベロッパーで、志望群がメーカーや、はい、はい、早速悩み相談の方行ってみたいんですが、今日はどんな悩みを抱えていますか。はい、そうですね、私がその三井不動産が第一志望で、一次締め切りでもイエスは出してあるんですけど、そのイエスの設問に志望理由が300字でこう書くところがあって、やっぱり300字ってなると結構綺麗にまとまってしまったというか、あんまり自分らしさをこう乗せたり、自分の気持ちを乗せてイエスに対してこう志望動機を書けなかったなっていうふうに思っていて、で面接でそのもっと自分らしさとか熱量を乗せてこう志望動機を伝えるにはどうしたらいいのかなっていうのを今悩んでます。なるほど。まず1分ぐらいで志望動機を話してもらって、はい、三井不動産前提でいいので第一志望の、はい、そこについて僕がフィードバックするという形にしていきましょうか。はい、と私は大学で所属しているアイドルコピーダンスサークルで、こうチームの仲間たちと協力して、自分たちの思いを込めていろんな人の心を動かせるように、こう細部までたくさんの時間と労力をかけて こだわり抜いてステージを作り上げてきたっていう経験があって、その経験が結構自分の中でこう喜びとかやりがいとかをたくさん感じて、その経験から自分の思いを乗せた街っていう空間をさまざまなステークホルダーと協働して形にしていくっていう総合デベロッパーの業務にとっても魅力を感じています。その中でも事業の幅が広くて、こうジョブローテーション制度がある三井不動産でなら、こう私の好奇心旺盛な性格を生かして幅広い領域でこう自分の能力を高めるために常に能動的に仕事ができるんじゃないかなっていうふうに考えています。そしてその様々な領域の中でこう専門性を高めて、いろんな道でスペシャリストになるっていうことを叶えられた暁には、私の唯一無二になるっていう願望を叶えることができると考えていて、記者を志望していますっていう感じです。はい、ありがとう。了解。そうだね、1分弱ぐらいだったかなと思う、尺としては。はい、はい、じゃあまずその、はい、どうやって自分らしさを出していくかっていうところの前に、一般的に志望動機に対するこのフィードバックを入れて見てみようか。はい、ありがとうございます。で最初に気になった点としては、アイドルコピーダンスサークルで、はい、仲間とこう多分いろんなこの大きな目標に向かっていろんな人が巻き込んでいって、はい、達成することに喜びややりがいを感じたっていうことだと思うんだよね。はい、でそこが、デベロッパーと重なる部分があるっていう話だと思うんだけど、はい、すごく広い領域ではここって被ってると思ってて、デベロッパーも多様なステークホルダーを巻き込んで、はい、一つの大きな街、いろんな人の思いが乗せた街ができていくっていうところで、確かに大枠ね、抽象化すると、近しいものなのかなと思いつつ、はい、やっぱりまだこの両者の間には距離感があるかなと思うんだよね。うん、はい、そこって具体的にこうどういうこととか、じゃあそれって他の業界でもできるんじゃないのみたいなツッコミとか、そうですね、かなと思うんだけど、そこに対する説明って何しますか。はい、そうですね、やっぱりでもその空間作りっていうところが一番近しいものなのかなっていうふうに思っていて、私たちもその8分間のステージに対してこう全体のその空気感っていうか、そういうものをこう作り上げたっていうのが近しいところなのかなっていうふうに思ってるんですけど、すいません、あんまり言語化できてなくて、うん、でもここは結構突っ込まれると思う。手前でそのガクチカを話していてさ、そこからやっぱその原体験を持ってデベロッパーを志望しましたっていうロジックを組むのであれば、やっぱりその間が結構こう埋めるのが必要なんだろうなと。で、はい、今の回答だと一歩近づいた感じはするんだけど、8分のリアルなステージっていうところ、はい、で不動産もこうリアルなものを作り上げるっていうところだから、まあ、実際のリアルなものとか作品を作り上げるっていうところは共通しているのかもしれないんだけど、はい、世界の共通項っていうのはやっぱりまだまだ見えてこないので、直接的に考えるんであれば、やっぱりそういったステージとか、はい、エンタメとか、そっちを作る方が、やりたいことなんじゃないのと、そういうカウンターが来たらどう回答しますか。それってじゃあまた引き続き社会人になってもエンタメをやればいいんじゃないのっていう。
なんでしょう、私はその人の心をその動かしたことにやりがいを感じたっていうふうに言ったんですけど、まあ、そのお客さんがこう非日常を感じて、まあ、笑顔になってくれたりだとか、まあ、その後に活力をこう得てそれから頑張ろうっていうふうに思ったっていうことを言ってくれたってことがあって、なのでその人の心を動かしてよりなんか人の心を豊かにするじゃないですけど、こうポジティブな影響を与えたいなっていうふうに思っていて、まあ、そう考えた時に一番その人々の根本にあるもの、人々の生活の根本にあるものって街なのかなっていうふうに思って、なのでこう一番根深いところから大きいインパクトを与えられるのがデベロッパーなのかなって思ってるんですけど、っていう感じですね。はい、デベロッパーの良さって影響を与える範囲だったり、生活の一部であることだったり、うん、半永久的に残る、まあ、キーワードかな、はい、その自分が多様な人たちといろんな取り組みをする中でその大きなものを使っていくっていうのは、うん、今日しちゃう中で違いって多分そこだと思うんだよね。今のアイドルコピーダンスサークルとの比較でいくと、アイドルコピーダンスサークルの取り組みっていうのは、これはもうすごくファンの人からしたらちょっと感覚は違ったりかもしれないけど、多分一般的に言ったらエンタメの領域、はい、うん、そうですね、そうで多分なくてはならないものではなくてあったらいいもの、はい、うん、確かに。対してデベロッパーっていうのはなくてはならないもので、人に対する影響っていうのは、さらにデベロッパーの方が、まあ、街づくりとか特に長く残るものってところに影響するんだけど、やっぱり与える、うん、影響範囲が大きい、このあたりが近いになってくるんで、アイドルコピーダンスサークルの取り組みで根本としてはそういったところに喜びを感じたんですけど、この社会人に自分がなっていく上で次どういったフィールドで実現したいかと思った時に、今言ったように兼ね備えているデベロッパーっていう領域が自分としては挑戦したいフィールドだと思いましたみたいな。なるほど。でよりベターなのは、例えば OB 訪問の経験とかを載せる、例えば三井不動産の社員に OB 訪問した時に自分がアイドルコピーダンスサークルを通じて得られた達成感とか喜びっていうのをもっともっと大きなフィールドで、さっき言ったようなポイントを踏まえたフィールドで実現している社員の方がたくさんいらっしゃったと、例えば、はい、で自分もデベロッパーのフィールドでそういったことを実現していくことにワクワクしましたとかね、とかまで説明が加わると、アイドルコピーダンスサークルの取り組みとデベロッパーの違いは理解した上で、その違ったフィールドで自分が挑戦したいということを、OB 訪問とか社員の話を通じて、原体験を通じて思えてるんですっていうことが言えるから、だいぶつながりは良くなるんじゃないかなと。なるほど、思いますね。ありがとうございます。OB 訪問の経験はまだないですか？いや、4人ぐらいもしました。多分そこの話とかを聞いててワクワクした部分があるから志望してるんだと思うんだね。はい、そこでそういう話って出なかった？こうやっぱりこうリアルな自分が作ったものが残る喜びだったりとかさ。そうですね、もうそういうことをやっぱり皆さん口を揃えておっしゃってたので面白そうだなっていうふうに思いました。だよね。そうすると今の僕の話っていうのは、はい、実はもうほのかさんの中でインプットされてる話で、それが結果ができてなかっただけだと思うんだよね。はい、うん、はい、確かに。そこを表にうまく出してあげるだけで、原体験から自分が将来何をやりたいかと思っている未来へのつながりの部分の間を埋めるロジックになり得るかなと思う、はい、まだ期間もあるし、今4人だと悪くないペースだと思うけど、特にデベロッパー業界はやっぱり本当に業界の思いが強い人とか、はい、っていう人が内定取ってるっていう特徴がはっきりあるし、倍率高いし、はい、例えば商社とかの比較でいくと違うのは、商社とかって業態は広いし、その志望動機が小なんだろうな、明確じゃなくてもやっぱり能力があれば内定取れたりするんだけど、デベロッパーはね、僕が知ってる限りその能力一本で取れてる子って少ないんですよ。やっぱりちゃんとした調べをして、そのデベロッパーに本当に興味があって本当に街づくりに思いがあって、でかつ優秀な子が内定取ってるっていうのが、やっぱり代々内定者見てるけど共通項としてある。そこをしっかりアピールするだけのポイントとして、その時の OB 訪問の数だとか、そういった部分っていうのはしっかり稼がなきゃいけない業界なんだろうなとは思う。なるほど。まだ今3月半ばで本選考まで時間あると思うから、4人とは言わずもっともっと積み重ねていけると、さっきのその志望動機のつながりの部分はもっと説得力を持って語れるんじゃないかなと、うん、なるほど。結構一個気になったのが、自分の原体験にその OB 訪問だったりの気持ちを乗せて違ったフィールドでこう頑張りたいっていうのでも志望度をアピールできるっていうのを今おっしゃってもらったと思うんですけど、結構 OB 訪問で話聞いてると、やっぱり自分の家の近くに商業施設ができて、こう人の流れが変わったことにすごく驚いて、まあそういうのやりたいと思ったとか、原体験が直接街づくりにつながってる方が多いなっていうふうに思ったんですけど、そこはなくても問題ないんでしょうか？あった方がいいとは思う、当然。はい、そこってもうすごく過去の話で、やり作れる領域でもないじゃん。そうですね。そこで変に背伸びするっていうのは本質ではないのかなとは思ってて、はい、うん、だけど当然その昔からね、街づくりに興味があって、そこでこう自分の人生が変わった経験を持っていて、それを持ってこう社会でやりたいっていうのは確かにすごく綺麗なつながりではあるものの、はい、これを例えばこうちょっと嘘ついてとか持ってとかって作るっていうのは結局気持ちが乗らないから、うん、バレる、うん、っていうの、そうですね。
だったら今リアルに自分が感じられる部分で、やっぱ社員さんとのコミュニケーションの中で自分が素直にワクワクしたと投げる方が自然だし、になるんじゃないかなと思うんだよね。わかりました。一つ可能性があるとすれば、やっぱ街って自分がずっと今まで接してきているものだから、はい、自分の過去の体験をもっと掘ってみると、自分が実はもっと本当はすごく街に影響を受けていたとか、自分の人生の転機に何か街があったとか、そういった経験をしていたけど、言語化できていないっていう可能性があるから、自分の過去を振り返ってみるっていうのをやった方がいいかもしれない。なるほど、わかりました。ごめん、ちょっとじゃあ1点目長くなったんだけど、2点目ちょっと気になった点を触れていくね。はい、2点目が、まあ、デベロッパーが説明できたとして、その後なぜ三井不動産なのかっていう部分が、ほのかさんの回答は事業の幅とジョブローテーションがあるっていうところだったと思うんだけども、はい、ここ本番が結構突っ込まれると思うのね。はい、なので一旦ここもちょっと面接っぽく30秒から1分ぐらいかな、でなぜ三井不動産を第一志望としてるのかっていうところを説明してもらいたいんだけど、いけそうかな。はい、大丈夫です。はい、ちょっと頑張ってみよう。じゃあ、はい、んで、なぜ三井不動産なのか説明してください。はい、どうぞ。はい、私はデベロッパーの業務って結構長い時間をかけて、一つのもう本当に何十年かけて一つのものを作り上げていくっていうことだと思っていて、でも私って結構、まあ、好奇心旺盛な性格で、まあ、言い換えるとまあ飽き性な性格でもあって、そこで結構デベロッパーの仕事に対して自分本当に適性あるのかなっていうふうに不安に思っていたんですけれども、三井不動産は結構事業の幅が、まあ、商業施設もこうレジャーというかホテルリゾート事業もこうオフィスの事業もこう幅広く分散してこうバランスよく行っていて、まあ、それでジョブローテーション制度もあるっていうことで、本当にいろんなことに対してこうなんだろう、同じ会社の中でもこういろんなことに取り組めるんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあ、そこが自分の性格とこう合ってるのかなっていうふうに思って志望してます。ありがとう。すみません。そうだね、多分あまり答え慣れてなかったかな。はい、全然。そうだね、おそらく今のところは結構突っ込まれると思います。まずでそこの理由がジョブローテーションとか事業の幅だけだと、はい、多分弱いです。まず、うん、で話をやっぱ聞いていてもまだ固まりきってないのかなっていう印象を受けて、話があっち行ったりこっち行ったりっていう部分があったから、さっきのなぜヨーロッパなんですかっていう部分に比べると、純粋そうかなという印象は受けました。まずその中で一つの理由としてね、やっぱりジョブローテーションだったり事業の幅っていうのはあっていいと思うんだけど、まあ、そこについては三井不動産確かに広いとは思いつつ、例えば対三菱地所とかで、すごく明確な違いかというとどうなんだろうと思う部分もあるんだよね。うん、やっぱり三菱地所は国内でまだまだ丸の内中心っていうのはあるとは思いつつ、やっぱり事業が広げていってるし、本当にその一社員レベルで見たときにその事業領域の広さってめっちゃクリティカルなんですかっていう選択をする上で、思うことだったりするから、それだけだとやっぱり弱いかなって感じがする。なるほど。結構その ES にはそういう事業の幅とかジョブローテっていう風に書いたんですけど、やっぱりまあ自分の中で今そうやって言われてみて思い返してみると、やっぱり人がいいっていうのが一番、 OB 訪問とかしてしたり説明会をしてる中で人がいいなっていう風に思ったっていうのがあるので、そういう話をした方がいいんでしょうか。そうだね、その人っていうのは一つの会場として、うん、これはまたこれで、はい、選ぶ人多いからこの理由を、うん、好き並みだなって思われるリスクはあって、でなぜ人なのかっていう部分の理由次第だと思うんだよね。うん、今人がいいっていうふうにこの子さんが言うけど、どんな人の良さを感じる？そうですね、本当に親身になって話を聞いてくれたり、なんかすごく温かい人が多いなっていうふうに感じて、私も今までのこう人生を振り返ってみて、冷たい人と同じ組織でこうやってきた時に結構苦しい思いをしたりっていうことがあったので、まあ、将来自分が入る組織はこう、まあ、思いやりのある人と一緒に働けたらなっていうふうに思ってるのがあって、そういうところをこう魅力に感じました。そう、おそらくそこは本音としてあると思うから大事にしてほしいんだけど、はい、やっぱり客観的に聞いてると、はい、多分会社の特徴にまではならないんだろうなっていう、やっぱどの会社も温かい人が多いし、うん、面倒見の多い人が多いし、デベロッパー業界全体にも言えることかなと思って、割と三井不動産の人事が例えば今の話を聞いたときに、それだけだとうちの特徴なんじゃないのかなって思ってしまう可能性もあるのかなと思ってて、なぜ三井不動産の社員がいいのかっていうところは OB 訪問について言語化しなきゃいけないのかなと思う。例えばなんか仕事に対する姿勢が違うとか、うん、何か他の企業とやっぱりもっと明確に違う点っていうのを探さないと、うん、人軸っていうのも結構難しいのかなっていう感じです、うん、はい。最終的な形としてはその事業領域の広さと人ですみたいな回答でもいいと思って、はい、それぞれの内容はね、今言った通りフィードバックした通りもっともっと磨かないといけないと思うんだけど、はい、最終的にはどちらかに絞る必要があって、そういった合わせ技でも、はい、ただそのそれぞれの部分部分ポイントポイントがまだまだ弱いなっていう印象だね。うん、例えば OB 訪問をこれだけの人数したんですけど、特に印象の
さんがいてとか言って話をしたりした方がすごくリアリティがあるし、面接官を褒めるっていうのがあるかもしれない。僕もそういう話の話し方をしてて、これだけ大画面にしたんですけど、特に何々さんという方をお呼びした時の話がすごく印象的で、すごく尊敬できる方だったんだけども、でもそれって一人じゃなくて、僕が会った社員が全てそういう特徴があったんですよねとかっていう展開の仕方をすると、すごく具体性のある話をしながらも、でもそれは会社のカルチャーを感じてくれてるんだなっていうところまで話持っていけるじゃん。話し方の筋としてはそういったものがあるかなと。なるほど。イメージ湧く？もうかなり湧きました。結構ふわっとしたことしかその ES に書いてない上に、まあ、面接でもふわっとしたことを話したら本当に終わりだと思うので、ちょっともう少し具体的に話せるように取ってみたいと思います。そうだね、そこかな、はい、どのような専門性を高めてどうなっていったのかっていうのを、自分が聞いて経験してイメージをしてるだけでも印象だいぶ違うから、はい、それを体現している社員を見て自分の将来のイメージが湧いたとかね、はい、の方が説得力はあるよね。そのあたりをうまく絡められると、この子さんらしい志望動機、なぜ三井不動産かっていうのはできてくるのかなと思います。で、あとは不動産の特徴としては、やっぱり実際の物件とか、はい、街を例を挙げて、そこを調べてるっていう話をするっていうのは、結構みんなやってることだったりするし、必要なことかなと。現実問題、じゃあ各デベロッパーで何が違うかっていうと、やっぱり、さっき事業領域って話をしたけど、どこの街を開発してるかって結構大きな違いなんだよね。そこに特徴の差も出てるし、その物件から感じる部分とかをどう言語化して何を感じたかとか、面接によってはその物件に対してどう思ったかとか改善点聞かれたりとか、そういうことも結構あるわけね、うん、後半の方の面接、はい、そのあたりもしっかり自分の自治調査というか実際に行って考えたことかを準備しておくと、はい、デベロッパー業界に関して言えば有利なのかな。なるほど。商社ではね、ここまでやる必要があるかっていうと微妙なんだけど、デベロッパーの場合はここまでやんないと逆に内定取れないと思った方がいいと。なるほど、わかりました。ざっとそんなとこですね、僕が気になったのは。はい、ありがとうございます。なので先にこうフィードバックから入っちゃったもの、もともとの質問何だったかっていうと、この実際 ES は結構抽象的なことを書いてしまったので、本番でどうやって思いや熱意をアピールしたらいいですかっていうところだと思うんだけど、まあ、今までのフィードバックに全部ポイントは内包されてたかなと思ってて、要はそれだけ足を運んだ経験だったりとか、 OB の方々との対話の記録だったりとか、こういったところをいかに自分の言葉で言語化して語れるかっていうところとかに思いの強さが出たりするから、そこをしっかり準備して面接で伝えることで、そこは解消されるんじゃないかなと思う。わかりました。でやっぱりそのロジック構成のところで、なぜデベロッパーなのか、なぜ三井不動産なのかっていうところの積み上げがまだ甘い点があったから、まあ、ここをしっかり調べてね、どれだけ準備してますか、どれだけ真剣に考えてますかっていうところの対する答えがそこだったりするからさ、うん、はい、だったら三井不動産しかないよねって思わせるだけの準備をするっていうところかなと思います、はい、どうでしょう。はい、いやもう本当におっしゃる通りというか、私もやっぱり2月から就活始めたこともあって、もういくら三井不動産が第一志望といえど、なかなかこうそれだけに準備をする時間を避けてないっていうのがまあ現状としてあって、それじゃもう全然それこそ夏ぐらいからずっとデベロッパーを見てる人には太刀打ちできないんだなっていうふうに思うので、うん、もう少しこう時間を割いて頑張らないといけないなっていうふうに思いました。そうだね、ES からした残りの3月後半から4月5月にかけての期間っていうのは、そういったところに時間を使えるといいのかな、はい。しかも現実問題は多分デベロッパー多分いろいろ受けるんだよね。はい、そうですね、多分各社特徴があると思うから、そこに対する対策っていうのは十分に準備をした方がいいのかなと思います。このまま改善を重ねて、はい、ぜひ内定を取ってください。はい、ありがとうございます。頑張ります、はい、今日はこの子さんありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。かなりね、長い動画になっていたので皆さんお疲れかもしれないですが、ここまで見ていた皆さんはかなりレベルが上がってるんじゃないかと思います。言わずもがな、しっかりとこの内容を復習して実際のね、面接でアウトプットをするところまでがゴールなので、今回の内容を踏まえてしっかりと自分のものにしていただければと思います。で、今後もですね、このシリーズ展開ということで、各地下編、自己 PR 編とかたくさん総集編作っていきますので、皆さん時間がない方はこの動画だけは必ず見ていただければ、レベル上がること間違いなしだと思いますので、今年もね、特集と一緒に頑張っていけたらと思っております。加えてですね、就活生に対しては特集公式 LINE だったりとか Twitter、Instagram、こっちの方でも非常に有意義な情報を発信しておりますので、ぜひ概要欄の方から登録いただいて、情報面でね、周りに差をつけられないように対策いただければと思います。はい、それではまた皆さん次回しましょう。 See you next time、 バイバイ。今特集 LINE 公式アカウントに登録をすると、超品質質問100選が手に入ります。これは去年内定無双したインターン生たちが実際に選考で聞かれた質問を100個ですね、スプレッドシートにまとめたものになりまして、めちゃめちゃ有益になっています。それ以外にも LINE に登録してくれている会員たちには、日々トップ企業とのコラボライブだったりとか、豪華ゲストとのイベントですね、その他にもグルディスや面接のマッチングライブでアウトプットができたりと、豪華特典がついていますので、ぜひ皆さん概要欄の方から登録をしてください。登録待ってます。